3月3日は耳の日です。さて皆さん、耳を動かせますか？じゃあ私やってみましょう。動いてるの見えますか？片耳だけじゃないですよ、両耳ですよ。動いてますか？見えました？この間実はね、日本で大きな病院の耳鼻科行きました。そうして聴力を調べてもらいました。私は今年で数え96になりますけれども、聴力検査の結果30代というものすごいまだまだ若い聴力ということを言われましたが、その言った人は日本耳鼻咽喉科学学会の会長ですから、もうしっかりした設備でしっかりした結果です。私は毎月月例会といって広い場所で講演をやってますけども、毎月今月もありますから、見ているあなた出席してください。でその端の方でちょこちょこちょこっとね雑談してる人、それをもうバッと、もう遠くでも広い会場で遠くでもよく聞こえますので、雑談しないでくださいって注意します。それぐらい非常によく聞こえます。